はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の解と係数の関係丸5をお送りします。で、このタイトル5本目ですね。で、またちょっと違うタイプの問題を今回も取り上げていきます。で、まあ大きく1問ボンとあって、そこから小問がね3つあるタイプになってますので、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。はい、ということで、じゃあ行きましょう。で、まず問題確認すると、また二次方程式がこうある。 x2 乗プラス 3x マイナス2イコール0と、で、式があって、また2つの解がアルファベータの時と、まあ、これよく出てくるタイプだよね。で、書いてあるんですけど、で、次の二数を解とする二次方程式を1つ作ろうなんです。で、ただし係数は整数とすると。で、今までの経験ですよ。まあね、いろんな高校生こうちょっとね教えてきた中で、経験上結構ここ落としやすいんです。で、なぜかっていうと、ちょっとね頭の中が整理されてないとパニックになりやすい問題と思ってる、勝手にね。で、これまず式があって、2つの解がアルファベータの時なんだよ。で、2つの解がこれなんだけど、結局求めたいというか作りたい式はこれとこれが答えの時なの。だからそこでちょっとパニックが起こる。いい？で、どうやるか。これね、やり方分かるとすごく簡単で、結局、アルファ、ベータに関しては、この式の答えなんだよ。だから、この式の答えなので、これ、アルファ、ベータ答えでしょ。だから、もうこれ、まず関係なしに、その2つの答え、アルファとベータ、足したものっていうのは、ここの符号を変えたやつなんで、マイナス3が使えると。で、答えをかけたもの。アルファベータは後ろと同じなんで、マイナス2って、これがまず使えるんだと思ってください。全部の問題で、てか使わないと解けないんだよね、これがね。で、これを踏まえた上で1番から始めます。で、結局ね、やりたいのはその二次方程式の式を作るじゃん、一つで。これとこれ、今はアルファ2乗とベータ2乗、これが答えになればいいと。だから、まあ、さっきね、足したとかけたのはやりましたけど、これとこれが答えになればいいから、結局アルファ2乗足すベータ2乗、そしてもう一個はアルファ2乗ベータ2乗かけたものね、この2つの値が分かれば式は作れるんです。足したものとかけたものが分かればいいから。だから、こことここがパニックになりやすい。ちょっとごちゃごちゃする、頭が整理されてないとね。で、結局これを解くと。で、これをアルファ足すベータ、そしてアルファベータだけで解くためには、まあ、公式というかね、まあ、前も出てきましたけど、アルファベータの2乗をすると。で、これを展開すると、アルファ2乗プラスベータ2乗出てくるんだけど、プラス2アルファベータが余計に出てくるから、それを余計に引けばいいと。まあ、余計にというか引けばいいね。これからこれを引けば、これに戻るから。で、アルファ足すベータはマイナス3って分かってるから、マイナス3の2乗で9で、これマイナス2って分かってるから、マイナス2かけるマイナス2でプラス4、つまり足したものは13って分かるんです。じゃあかけたものはどうか。アルファ2乗ベータ2乗です。で、これは書き換えると両方2乗なんで、アルファベータの2乗と書き換えることができます。これとこれ同じだからね。だから、アルファベータ、マイナス2の2乗なんで、4と分かる。つまり、足したものがこれ、かけたものがこれ。なので、求めたい式は、x2 乗。足したもの13だから、符号を変えてね。13x。で、これはそのまんまだから、プラス4、イコール0と。で、ちゃんとね、係数が、これは整数になってるので、これで OK と。いう風になります。いいかな。まあ、これさえ分かれば、もう方針が分かれば全部同じです。2番いきましょう。もうこれ使えるから、まず足したものね。で、これとこれ足すと、アルファ足すベータ。で、2が2つあるから、プラス4でしょ。で、書き換えることが、書き換えることができるでしょ。で、アルファ足すベータはマイナス3って分かってるから、マイナス3、プラス4なので、1と。すぐ分かる。で、次かけたもの。アルファ足す2。ベータプラス2で、これはね普通に全部掛けが一番いいね。で、ちょっとこっち入らなくなるんで下いくよ。アルファベータプラス2アルファプラス2ベータプラス4です。
で、これを使いたいからここちょっとうまく工夫しよう。 2α たす 2β、 そうすると α たす β2 でくくって2カッコ α たす β にすればいい。で、プラス4、そうすれば α β 分かってるし、 α たす β も分かってるからいけると。で、入れていくと α β マイナス2、α たす β マイナス3やからかけるとマイナス6、で、プラス4と。で、マイナス4かね、これで足したもの、かけたものが両方出てきたと。だから式は x2 乗、足したものの符号を変えるからマイナス x、 そのまんまだからマイナス4イコール0、で、係数は全部整数になってるから OK とね、これでいけると。で、ラストも同じです。分数になってますけどね、気にせず足したりかけたりしちゃいましょう。ということで、足します。これかける方はね、超楽なんだよね。で、これ足していくと、これ前もあったかな、通分ね、すれば OK だと。で、通分すると α β に通分します。で、こっちに余計に β をかけてるから分子にも β をかけて β2 乗です。で、プラスこっち α 余計にかけるから α の2乗になると。で、こうなるね。で、もし前にね、問題がなかったら自分で α2 乗足す β2 乗求めなきゃいけないんですけど、ここで出してるから今 α2 乗足す β2 乗13って。で、それを使って α β マイナス2だからマイナス2分の13とこうなります。で、かける方は一応書こうか。これね、暗算多分わかるんですけど、かけるでしょ、これ全部約分されるからね、つまり1でございます。いい？これで足したもの、かけたもの両方出てきたので、答え x2 乗、まずこれ足したものの符号を変えるからこうなる。で、後ろはそのままでこう。ただし、これ分数入ってるからまずいとね、係数は整数って指定されてるから、だから分数消すために全体に2をかければいいと。で、2をかけると全体にね、こっちにも 2x2 乗、真ん中が 13x、 そしてプラス2イコール0とね、これで全部整数になったので OK というふうになります。いいかな、なんか全部ちょっとこう右上がりになってますけどね、最後ね、といった感じでやってみてください。で、本当に、ね、最初にも言いましたけど、これできる方はね、もう普通にできるしっていう子もたくさんいると思うんですけど、まあ、今までの経験上どうしてもね、これとこれをね、まあ、足すとかけるが2回出てくるから、ここでパニックってしまうっていう人が結構出てくるので、まあ、ちょっとね、頭を整理しながら、まずこれを出すと。ね、これの答えが α、β だから、これとこれは使うんだと思ってどっかに書いておけばいい。で、そっから1番はこれとこれが解だから、これの足したもの、これのかけたものでやればいいんだというふうに、ぜひやってみてください。では、今回は高校数学数2の解と係数の関係丸5をお送りしました。今回はね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、まだまだ続くということでね、次回丸6がありますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。